はい、こんにちは。治療科の岡田裕二です。今日お伝えしたいのは、膝です。膝のメッセージマップっていうことで、膝痛の出る背景の問題っていうのを今日はお伝えしていきたいと思います。で、臨床上膝の施術を結構される方多いと思います。で、患者さんでも膝が痛くなってっていう方非常に多いと思うんですね。で、まあレントゲンとかで別に問題はないけど膝が痛いとかっていうケースも結構多いと思います。で、それには、非常に大きな、まあ、解剖生理学以外の要は潜在的な背景っていうのがありますので、まあ、非常にこれが、臨床上役立つと思いますので、今日はそれをお伝えしていきたいと思います。で、まず最初に一般的な膝痛ってあれば、まあ、膝に関係する筋肉であったりとか、あと、膝の痛みなんですけど、よく、まあ、治療科の方とかはやっぱりその膝の関係する骨盤であったりとか、例えば股関節であったりとか足首であったりとか、まあ、そっちからの、要はかばったりする代謝作用で膝痛が痛くなるっていうケースもあったりとかしますので、まあ、そういう全体を見て施術されている方がやっぱ多いかと思います。内臓であれば例えば大腿四頭筋であれば小腸であったりとか、膝下筋っていって膝の裏の筋肉であれば胆のうであったりとか、あと、まあ、膝っていったら結構腎臓であったりとかね、まあ、内臓との絡みでそこから見て施術される方も結構多いかと思います。で、まあ、そういうのも非常に重要なんですけど、それにプラス、今日お伝えする内容を加えていただくと、さらに臨床上、非常に大きな成果が得られるんじゃないかなと思います。で、まず、メッセージマップっていうのは、膝だけじゃなくて体の右側に出るのが男性との関係性、もしくは社会との関係性、左側が女性との関係性、もしくは家庭との関係性っていう形で、他の動画でもお伝えしています。で、まず右膝が、先生右膝が痛くなりましたよって結構あったりとかすると思います。で、右膝に出る場合というのは、まあほぼほぼ男性との関係性において何かしらの潜在的なメッセージがあると思っていただいて間違いないと思います。で、逆に左だったら女性との関係性ですね。で、それは単純に仲がいいとか悪いとかそういうもんではないんですね。そういうもんではなくて、その関係性において、出る場合が多いっていうことですね。で、膝っていうのは場所を見てもらうと分かるんですけど、前にこう歩み出すところというか、歩くのに非常に必要な場所なんですね、膝っていうのは。なので、膝が痛くなるっていうのは単純に言うと、どこか、まあ例えば行きたくないところがあるとか、例えばやりたくないことがあるとか、そういうのがあると膝痛っていうのは非常に分かりやすく痛みを出すケースが圧倒的に多いっていうことなんですね。行きたくないことがある、やりたくないことがあるっていう、もしくは躊躇していることがある、本当はこうしないといけないけどそれを躊躇して歩み出すことができてないとか、踏み出すことができてないとかっていう場合は、膝っていうのは分かりやすく潜在意識からのメッセージとしてそれを痛みとして出す場合が結構あります。例えばですね、私の臨床上の例であれば、膝痛が痛くなりました、右膝が痛くなりましたっていう方が結構おられます。その場合は男性との関係性においての問題なので、前来られた方はご主人と定期的にゴルフに行くんだけど、実際はご主人とゴルフに行きたくないっていう部分があったりとかするんですね。で、行きたくないから膝痛を出すことによって、要はゴルフは行かなくていい理由を作るっていうことです。そうすると膝が痛いからゴルフできないっていうことで行かなくていいっていう理由を作ったりするんですね。まあ、そういう場合は結構膝痛が痛くなったりします。他にあった例で言うと、ご主人の例えば実家に行きたくないと、定期的にご主人の実家に行くんだけど行きたくないっていう場合は、右膝の方に、女性がね、ご主人との、実家に行きたくないって場合であれば、右膝に痛みを出すことによって、要は本当には行きたくないんですよっていう心のメッセージとして出してくるっていう場合が結構あるんですね。で、逆に左であれば、それが女性バージョンになってくるっていうことです。女性との関係性において、例えば、女性、まあ、付き合っている女性が いるとします。で、その人との例えば結婚であったりとか関係性にあったりとかで、もう一歩こう踏み出せないであったりとか、例えば好きな人がいるけどその人に告白できない場合だったりとかもする場合もあるでしょうし、何かこう前に踏み出せないこと、例えば左だったら、家庭とかも表しますので、例えば結婚とかそういう家庭内においての何かやらないといけないけど踏み出せないことであったりとかすると、左側に痛みとか出すことが結構あります。だということで、こういう形で何かやりたくないこととか行きたくないこととか踏み出せないこととか躊躇していることとかある場合は、膝っていうのは非常に分かりやすく表現してきますので、
ぜひ患者さんに、そういうのがないか一回聞いてみてください。断言します、 100% あります。これは 100% ありますので、そこを聞いてそこに対しての、修正ってなかなかちょっと難しいかもしれないんですけど、それを聞いて、あ、患者さん自身が、あ、そういうことで痛みが出てるんだっていうのを理解するだけでも変わってきます。で、私たちはまあセミナーで今度来年2月セミナーやりますけど、そこではまあその辺の修正の仕方とかね、読み取り方とかね、まあ、そういうのもちょっとセミナーでお伝えしていくんですけど、よければそういうのも参加していただくといいんですけど、まあ、そういう膝痛にはメッセージっていうのがありますので、それをちょっと頭に入れておいていただくと臨床上非常に大きな役立つと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで今日は、膝痛ですねのメッセージマップということでお伝えしました。こういう内容またいろんな箇所でお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録だけですねお願いします。ここチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。